お菓子長島の行っちゃっていいですか、濡れ落ち場にはなりたくない。元気ですよ。ありがとうございます。いかがでしたでしょうかね、動画第38話。そう、衝撃の、うん、モザイクね、製法付き合ってるでしょ。そう、あれ大変ですね、モザイク。めちゃくちゃ大変です。めちゃくちゃ大変、本当に。だからほら、あの一部俺にもモザイクかかっちゃったんだよね。今日はね、雨上がりの青山、はい、交差点です、そこが、はい、はい、と言いますと、何があるかというと本田さんね、桜さん大好きなんですよね。大好きです、本田さんがね、はい、そちらにぜひね、ちょっとね行ってみようと思います。はい、アポなしです。いや、多分撮影は多分ダメでしょう、ね、ダメですよね、アポなしで、はい、はい、フィットですね。あ、フィット、こんなフィットのおしゃれにアウトドア仕様、フィットクロス、クロススターですね、カスタム。こんなところにバイクちゃん、そうですね、利用シーン訴求ですね。そうですね、欲しくなっちゃいますか、いきなり。もうどうですか、バイク乗らないんですか。もういや、そんなことないですよ、そんなことないですけど、先立つものがないですから、いろんな先立つものがもうちょっとあのお時間いただかないとね。どうですか、全然もう車でチェンジですね、ベゼルが。そうなんですか、こういう顔じゃないですもん、全然ね。これあった今、この家、こういったなんかちょっとこうアースカラーが流行り。普通ね、うん、グリルって言ったらね、何グリル、はい、グリル、はい、シルバーなわけですよ、はい、ほら、ほらボディカラーと一緒、これオプションなんですか。ここなんかトリコロール、トリコロール、これ何なんですか、何なんですか。え、ここのエンブレムもなんか、あ、この青はだからハイブリッドの証ですね。こういうのも出してます、そうやって。すごいね、知らなかった。でこれ欲しくないですか、このボート。欲しくない。あ、そう、そういうこと言っていいの、そういうこと言ってるのか。いや、だってこう釣りとかなさる方でしょ。誰がですか。いや、なさる方が欲しい。あ、うん、だってしてもいいんじゃないよ、俺だって。え、釣りなさるんですか。やっぱりこう自然に触れるためには水も必要ですよね。こう中禅寺湖あたりでグッとつけて、修善寺湖に横付けして。修善寺湖ってどこですか。あ、そういうこと言っていいの、日光ですよ。へぇ、おしゃれ。あ、こういうお店良くない。いや、いい、こういうお店出される。出す、行っちゃう。すごい、これでさ、日本一周とかしたらもうそれだけで食べていけると思うよ、だもう Vlog で。ほんとね、うん、あ、もうそうしようかな、俺も本田さんの、本田さんの、本田さんの全面協力で、はい、まだあの YouTube 登録30人ですけどっつって、うん、帰ってくれって言われますよね、帰ってくれって。これすごく、あ、こういう風に開くってこと。すごいですね。あ、これでお店できるよ。うん、かわいい。え、これ販売してんの。これはどうなんですかね、販売してる N 版じゃないですか。これでとうとうついに、うん、登録者30人からとうとう100人ぐらいにはなるかも。うん、そうですよね、こっちのユーザーは掴んでいくという本田さんの力を全面的に。本田さんのチーム、もう本田さんユーザーと、あとこういうバンユーザーと、こうっていうか。でもバイクは何、どこの乗ってたんでしたっけ。あの川崎ですよ。あ、本当にやめてくださいね、ここで。そこで、ね、言わせてるんじゃないですか。うわー、
入ってくる、入ってくる。入った、入った、入る、入る。これ売ってるんですか？売ってますね。売ってますよ、先生。何これ。みんな本田さんから何ももらってませんよ。もちろん。何も。もう勝手に来て勝手に撮影させてもらって。いわゆるも本田さんのお仕事っていう。どういうこと？本田さんのお仕事ぶりを。紹介してるて。紹介してたんですよ。本田さんのお仕事ぶりを。勝手に。先輩こちらね、土地犬の味。あ、ありました。製造所、栃木県宇都宮市清原工場団地。買って帰りましょう。はい、ということでね、買っちゃいましたよ。栃木の皆さん、栃木県の味、ブラックポーク、みたいですね。栃木県っていうのは、栃木、そういうこと言うんですか？ホンダ栃木研究所でしょ。本当ですか？かっこ不安っていう。後でちょっと正式な。かっこ汗。ちゃんとここに後でちゃんと調べて入れますけどね。うんうん、私たちは別に本田さんに専門家にはもらってます。もらってません。はい、し、登録人数30人なんで。ですから、特に影響ございませんので。はい。辛い。辛い。今後のね、今後のね、ちょっと新規事業のインスピレーションをいただきに、いただきに、そうですね、さっきのバンもそうですしね、うん、はいはいはい。でこれはうどん入ってませんからね。え？これ明らかにうどん入ってないでしょ。嘘でしょ。具だけでしょ。え、どういうこと？なになになに、まあ、でもうどんは自分で入れるの？よく見てください。危ないから、横断歩道で。またと。やめてー。うん。それはもう、おのおのの腰のあるやつ入れてくれと、あとは。お好みで。うちはあくまでもカレーだけだと。こんな的には。あ、じゃあ、うどんじゃなくてもいいのかな？ご飯にかけても。いや、まあ、それは、お好み。お好みで。だって、一応ね、本田宗一郎さんが好きだったと。はい、ああ、そういうバックストーリーが。バックストーリーが。じゃあそうであるわけですよ。宗一郎先生が、カレーうどんがお好きだったと。うん。うん、で、あそこショールームに書いてあるんですよ。適当なこと言わないで、本当。クレーム来ちゃうからね。本当。いくら30人って言ったって。本当。本当に、うん、また来週。